マスターの日頃の活躍を評してエンジェルリング社から粗品が届いてますよ。早く開けてみましょう。この家結構好きです。そういえばマスター、この部屋に大事そうに隠してあるあの本、やけに薄着の女性が表紙のあの本ですが、あれって一体何の本なんですか？あの女性、街ではあまり見かけないファッションでしたが。に見せたいものがあるんだ。ちょっと待っててくれ。やっぱなし、忘れてくれ。言ってなかったか？まあ言ってなくてもいいんだ。これはお詫びだ。兄様はマニアックだからな。前に買い物に付き合ってくれたのに、結局悪魔が出てきて行けなかっただろう。だからこれはそのお詫び。 あんまりジロジロ見るな、兄様のバカ。突然何を言い出すんだ。え、ちょ、兄様が変だ。写真撮影まではまあわからんでもない。いや、わからないけど、兄様はなぜ学校のプールに忍び込んだんだ？不登校を決め込む私への嫌がらせか、嫌がらせなのか。聞けよ。うい、なぜこんなことに。乗ってきたぞ。よし兄様、どんどん来い。なぜ私はあんなことを。
また兄様に恥ずかしめを受けてしまった。兄様が時々おかしくなるのは何なんだ。しかしまあ、なんだ、これも兄様との思い出が一つ増えたとポジティブに考えるとしよう。夜だから誰にも見つからなかったし、分かってるだろうけど、他のやつには絶対見せるなよ。今日は大変でしたね。よく来たな兄様。実は前から兄様の持っているデビルスイーパーに興味があってな。私がそれパワーアップしてやろう。何、大丈夫だ、私に任せれば全てがうまくいく。それじゃあ改造を始めるぞ。なかなか興味深い構造だな。改造成功だ、さすが私。また気が向いたら改造させてくれ。今日は大変でしたね。兄様、ついさっきデビルスイーパーを改良する画期的なアイデアが浮かんだんだ。ちょっとそれカスタマイズさせてくれ。私に任せておけ。よし、もういいぞ。よし、思った通りうまくいったぞ。これでデビルスイーパーはパワーアップしたはずだ。今日は大変でしたね。私、男の人の部屋ってもっとジムっぽいものを想像してました。このすれ違いざまにラリアットを食らわす癖だけはやめてほしいです。実は目が…付き合ってください。それが
それがお前のやり方か。こら、ガク、こら。ストレッチとかじゃないですよ。そんなに真剣に。それじゃあ、また誘ってください。おかえりなさい。